まあ、エンボエさんが新加入で、まだあんまりやったことなかったんですけど、非常にいいボールくれて、そうですね、ディフェンダーと競らずにディフェンダーの前に落としてくれたので、勢いよくつけてしっかり当てることだけ意識していいボールくれました。本当にそうですね、エンボエ選手とは練習からお互いなるべく意識し合ってるし、本当にお互い今日はお互いの特徴が出せたゲームだと思うし、エンボエさんが2点素晴らしいボールくれたので僕としては決めるだけでしたし、まあ、僕個人的な意見で言えば今日はどうしても負けるわけにいかなかったっていうのがあって、まあ昨日が日本にとって阪神・淡路大震災かなっていうのがあって、僕自身昨日すごく考えさせられたし、今日ピッチ入るときに、こうやってここでサッカーできてるっていうのはやっぱ当たり前じゃないんだよっていうのは自分に言い聞かせて、その生きれなかった人たちの分まで自分は精一杯ここでやらなきゃいけないっていう思いが通じたと思うし、まあ、何よりチームとして大きな勝ち点3が取れたので非常に良かったです。今本当にいい守備からいい攻撃ができているし、チーム自体が良くなって僕も良くなってるって感覚もあるし、ここから慢心せずに一試合一試合を戦っていくことで上の順位が見えていくと思うので、一試合一試合大事にしてまず目の前の勝ち点3を取りに行きたいと思います。ありがとうございます。